レンタロウさん、はいはい、今回は、はい、ジェンダーの壁を打ち破ろうと奮闘している女性をアポっちゃいました。おすごい人はアポってくれました。はい、すごいね君はね。もういつでも繋がれるんだ。いろんな人とね、行っちゃいましょうよ。行っちゃいましょう。ガツガツ行っちゃってね。お、聞きたいこといっぱいあるでしょ。はい。オッケー、止まらないと思います。今回はちょっとした中継スタイルでお送りいたしますよ。なるほど。こちらカメラが言っているのはですね、はい、こちら関西外国語大学でございますね。すごい。うわー、グラウンドが出てきましたね。はいはい、そう、このアメフト部の中にですよ、はい、この中にジェンダーの壁を打ち破ろうという女性がどこにいらっしゃるでしょうか。このお話を聞き方というのはね、はい、あ、でもこの、あ、いらっしゃった。ちょっと映り込んだ。見えました。はいはい、あら、あ、見えちゃいましたね。この方、こんにちは。こんにちは。あなたは何をされている方なんでしょう。マネージャーです。あ、マネージャーさん。すいません。はい、あの、この方じゃないです。ですよね。はい。すいません、お邪魔しました、練習中に。ごめんなさいね。はい。奥見てよ、ちゃんと。奥？すみません、観察力が足りないよ。あー、ほら、え、あー、はいはいはい、近づいてった。うわー、どうも、沢木ゆいと申します。よろしくお願いします。あー、ちゃんゆい、ゆいき。ちなみにこのアメフト部では何をされてるんですかね。あ、アメフト部ではですね、アメフト部の監督をしています。監督。日本アメフト界初の女性監督となっております。うん、初なんだ。初ですよ。すごいね。出身がですね、はい、静岡県の浜松市でして、おそらく凛太郎さんと同じじゃないかなと思います。だと思ったんですよ。はい、なぜその関西外語大のアメフト部監督に。学生時代にマネージャーをしておりまして、でそこからあの社会人の方でもマネージャーを長年してたんですね。マネージャーっていうのはちなみにどういう仕事をされるんですか。練習があの例えば2時間だったら2時間でしっかりといつどのタイミングで何をするっていうのは細かく決まっているので、そこ あのタイムキーパーみたいな形をしていたりとか、チーム あの運営に関するところとか、お金の管理とか備品の管理だったりとかっていったところを全般してます。じゃあ主に何もかも全てということですね。そうですね。まあ、アメフトっていうとやっぱりこう男社会のイメージがどうしてもあるんですけど、その中でもこう個性の部分が生かされたシーンとか結構ありましたか。プレイヤー上がりの監督だったりとかすると、マネージャーの仕事をしてきてないので、運営のことで困ったことがあった時に対応できないだったりとか。なるほど。結果を出すためにもやっぱり運営の土台がちゃんとなっていけないといけないし、あのそういったところの強化っていうのはできるのかなっていうふうに思いました。プレーメイクの部分だったりとか、ゲームメイクの部分っていうのは、はい、他にもあの専任のコーチがいるので、はい、ってなるとチャンユイの役割はどういうところになってくるんですか。まあ、その学生たちが目指す方向性、チームの目標みたいなところに向かって、まあ、どういう方向で進めていくのかとか、心技体の中でも心の部分っていったところを整える。社会に出るまでに自分でしっかりと目標を見つけて、そこに対してどういうふうに取り組んだら自己実現していけるのかだったりとか、そういったところをこのアメフトっていうスポーツ手段みたいなところを通して、こう社会人になるまでに何か一つこう武器になるものをこう身につけさせてあげたいなっていうのがあったっていうところです。なるほど。すごいね。
性別関係なくとても素晴らしいマインですよね。うん、じゃあもう社会でうまくやっていきたいなら、うん、アメフトをやれってちょっと後ろの部員たちの仕事に身が入ってないんですけど大丈夫そうですか？そんなことないです。監督やってますよちゃんと。ちょっとちょっとずっと映ってるからちゃんとちゃんとやるよ怒られてる。サーキー監督どんな監督ですかね。他の監督の方とかは熱い男みたいなアドバイスが多いと思うんですけど、まあ、監督は冷静にちゃんと理にかなったことを指摘してくださるんでありがたいですね。はあ、上のユニフォームがだいぶこう上に上がってきちゃった。でもどっちもどっちもなのよ。上げるのがかっこいいみたいなちょっとあるかっこいいのがあるそうなんだ。アメフトの今のトレンドはここまで上げるな。じゃあちょっと今後ともよろしくお願いします。これはもういじってますよ。ちょっとメモが。メモ。はい。すいません。カネチーズメモ。カネチーズメモ。部員を怒ったりとかはしないですか？あんまりないと思います。とっても優しいと言っておりますが、はあはあはあ、実はですね、はい、OB の方たちに話を聞いております。マネージャー時代の忘れられないエピソードはということをお聞きしました。はいはい、アメフト以外のことも口うるさかった単位を落とした時マネージャーの沢木さんにグラウンドの真ん中で正座をさせられ、うん、おいどうなってんねんとめちゃ怒られた今でも会うと背筋が伸びますということですね。背筋ビンビンにさせちゃってますけど。あのそれを言われた時に思い出しました。マネージャーなのに、うん、その選手を呼び出して、うん、グラウンドの真ん中で、うん、説教するって相当すごくない？それが沢木だから。沢木、あなたは監督向きですよ。この頃から。うん、まあ、どうせ無理でしょみたいなことだったりとか、女性だからこうみたいなこととか、なんかそういうふうなあの目で見られてしまう辛いところはありました。嫌な目で見てくる人はいそうですよね。だからまだまだそこは変化してないんだね。うん、珍しいとしてテレビでこう取り上げることがなくなるのが一番ですからね。そうですね。まあ、こうやって私よりも知識があるあのこう女性の例えば今学生の子たちっていうのはすごくたくさんいると思ってるので、まあその子たちがもっともっとこうまあ自分がきっかけであの現場にこういられ居続けられるよう なんかそれが当たり前になっていったらいいなとは思ってます。ちゃんゆう、今日はあのたくさんお話聞かせてくれてありがとうございました。ありがとうございました。すみません寒い中。今度あのうなぎパイでチャンバラでもしましょうや。いや食えや。うなぎパイ。これをきっかけに、うん、またこう女性の活躍する場が広がればいいと思うし、うん、もう女性だからといって取り上げられるような世の中じゃなくなっていけばいいなって思う。だからそれこそ男女っていう、こう体の作りも違うわけですから、うん、それぞれにねこうウィークポイントもストロングポイントもあるわけで、うん、そういう個人の性質を大事にして、うん、ねできることをやっていきましょう。以上、イグジットでした。おわ、というか、ヒュイゴー張ってたでしょ、今の何驚き